皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。こちらはですね、向川女子大学のステーションキャンパスです。今日は学生の授業ではなくて一般の方向けの公開講座ということで、このハンモックを使ったエアリアルワークというね、とっても気持ちよくて楽しくて斬新な、エクササイズなんですけれども、そのね、講座を行ったところです。お会い終えました。皆さん楽しく気持ちよくね、すごく体の姿勢も体型もね、良くなって変えられていきます。はい、ではですね、この動画を通じて一緒に今日も体を動かしましょう。体を動かすと体にも心にも脳にもとってもいい影響があります、ね、話は分かるんですけれども、皆さんね、東洋医学の中では、ね、五臓と、ね、五臓、ねが関係深いと言われているんですけども、例えばね、怒りの念があると肝臓を傷つけますよと言われています。そして憂い悲しんでいると肺を傷つけちゃいますよと言われています。もう胃がキリキリするという言葉もあるように、あまりね、緊張しすぎていると胃を傷つけますよというふうに言われています。そして興奮しすぎると心臓を傷つけちゃいますよというふうに言われています。ということで、あとね、ビクビクしていると怯えていると腎臓を傷つけちゃいますというふうに言われているんですけれども、ということでね、その心と、五臓六腑、要は体の調子というのは関わりがありますよなんてことをね、昔から言われているんです。皆さんもなんとなくね、体の調子と心の調子関係あるなというのはね、なんとなく感覚で分かっていると思うんですけれども、で、心の調子が体に影響があるんですけれども、でもね、運動してよっしゃーというような気分になって気持ちがワクワクしてくると、逆にね、体の、調子から心にいいエネルギーが送ることができるんですね。ということで、皆さん今から一緒に楽しく動いてみましょう。ちょっとリズミカルに動いていきたいと思います。今音楽が鳴ってるんですけども、ちょっとこれ置かせていただきますね。今片手で持って、はい、じゃあいきますよ。はい、さあね、短時間ですけどもね、動いていきますよ。はい、ではこのツイスト系の動きっていうのは体の、こわばりを取りながら歪みの改善にもなります。チャ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 で、手首の動きっていうのは肩の調子を整えることにもなります。グニャ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 、ウエストもくびれますが、背中をグニャグニャするほど背中の凝り、こわばりが取れてきますよ。はい、はい、ちょっと変えますね。はい、ではこの片方の足をですね、前と後ろ、前と、はい、後ろ、胸をグッと開きます。ふうふう、はい、胸、ハートを開きましょう。ほっ、はい、ほっ、はい、ほっ、はい、はい、万歳です。ふうふう、背中や肩がすっきりしてきますよ。はい、じゃあ手をですね、交互に、はい、伸び伸びしましょう。脇腹、背中を気持ちよくです。はい、手を楽にして、はい、前に足を、でこの時ですね、骨盤を前に押し出す感じでいきましょう。でガラッと変えますね。ボックスステップと言われているんですけども、この時体幹をくっとね、ツイストする感じがいいですね。はい、1、2、3、4。さあ、運動不足に合わせたら、せめてこのね、数分間ですけども、体を動かして、全身をほぐして、そしてシェイプアップしていきましょう。で、私のレッスンはね、いいですよ。いろんな体の構造的なことを踏まえてますからね。はい、ではですね、はい、では骨盤と肩甲骨と背骨の調整を兼ねます。背中、腰が楽になり姿勢も良くなります。肩を動かします。はい、そしてこのままですね、胸をこうね、ふーっと広げます。倒れるというよりはこの骨盤を前に押し出す、この前側を伸ばしましょう。はい、ではスクワットを5回頑張ってみましょう。1回、2回、はい、3回、4回、はい、5回。はい、そして脇腹です。ふうふう
さあ、気持ちよくですよ。ふっ。はい、反対ですよ。ふっ。ふっ。ふっ。はい、ではですね、後ろに肩を引きます。さあ、そして骨盤を前横後ろと動かしますね。はい、ぐる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 。反対。骨盤を、ね、背中や脇も気持ちよくです。はい、ぐる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 。はい、そして胸をぐっと押し出します。で、倒れることはあまり気にせずに、またここを伸ばしましょう。この前側ですね。はい、では、しゃがみます。さあ、脇腹を気持ちよく、もしよかったら足をクロスしてください。お腹も引き締まります。さあ、これで骨盤からこういう感じで動きますよ。さあ、ウエストが引き締まりながら背中や肩もスッキリします。はい、ではリバースしますよ。もうちょっとやってみましょう。はい、そして横に骨屈します。はい、で今度反対の足。はい、ぐーっと天井というか両方に体が伸びていくイメージです。そして後ろ肩甲骨を寄せて楽にします。肩甲骨を寄せて楽にします。肩甲骨を寄せて楽にします。はい、ぐっと胸、そして骨盤をちょっと前に押し出してください。はい、お尻を後ろに突き出して、1、2、これは骨盤が広がって、足がですね、すごく、もうむくんでいるっていう場合にもおすすめです。さあ、ツイスト、ツイスト。はい、そして起こしていきましょう。はい、どうでしょうか。ということで、今日は全身をリズミカルに動かしたんですが、広がっていた骨盤がスーッとすぼんで体が引き上がったかと思います。循環よくして、まずはですね、もう巡りをよくして気分もね、上がったかなと思います。はい、ということで皆さん、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日初めて見てくださった方は、私のプロフィールに関しては概要欄に載せてますので、また見ていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さんありがとうございました。ではまたね。大谷でした。リズミカルなエクササイズでした。